愛いだけでも十分嬉しいんですけど、うん、ちょっとなんかこれかわいそうじゃないの、食べられちゃうじゃないみたいなのとか、うん、ちょっとアイロニックな感じにしつつ、かわいいの先をちょっと考えてもらえるようなものを作りたいなっていうのは常々あって、愛らしい生き物たちに込めた命の尊さ。ブレイクビーガン、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は陶作家泉。陶芸教室のアシスタントとしてスタートし、お皿や急須作りを経て見つけた本当に作りたかったもの。発達したのは江戸時代ですけど、着物にはポケットがないですね。それでまあ直接帯を通して腰のあたりにぶら下げるための留め具、まあなんか使えるものが好きっていうのもあるんですよね。なんか自分の手の中に常にあるっていうところもすごく魅力だなと思いましたし、私も使えるように作ってます。江戸時代から愛される手のひらサイズの伝統工芸、彼女はその小さな体に思いを込める。とにかく動物が好きだっていうのもあって、であとまあ可愛いということを表現したいんですけど、まあ、生き物って可愛いだけじゃないですよね。でなんかその一歩先にある何かを思ってもらえると、ちょっと命の尊さにつながっていけるかな。すべての命は等しく尊い。生き物たちの姿を借りて鑑賞者へ訴えかける。人間のこう快適環境とか便利さみたいなのをこう追求していく中で、こう失われていった何かみたいなものっていうのはたくさんあると思うんですね。でそういうのにすごく興味があって、江戸時代より前からの話ですけど、こう自然とこう向き合って生きてきた人たち、不便だったかもしれないけど楽しんできた日常みたいなものに興味があるので、こう失われてしまった風習とか職業とか、そういうものにはすごい興味があります。今にも動き出しそうな生き物たちに思いを託し、泉は今日も作品を作り続ける。焼き物ってこう一回高温で焼いちゃうと、多分何万年も何十万年もまあ残っていくものだと思うんですけど、その残れるものだから、なんか愛され続けるようにそのいいものを作りたい。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアートディレクター吉水拓のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。